はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴミニフィギュアの71025です。今回テーマみたいなのはないっぽいんですけど、フラミンゴとかニワトリ、アヒル、ちらっと見えてますけどサソリもいますね。で、広い意味ではお猿さんですし、あとキツネもいるので、あの動物が多そうですね。で、全部で16種類です。ということで今回も10袋買ってきました。早速見ていきましょう。はい、まずはいつものように中を見ずに全部開けていきましょう。せーので、中からパンフレットを抜いておきます。ちなみにラインナップはこんな感じになってます。個人的に欲しいのは、そうですね、やっぱり猿の王様と恐怖の騎士、これ持ってる剣がクリアパーツでかっこいいですね。そして銀河の賞金稼ぎもなんかかっこいいような気がします。それから欲しい動物はフラミンゴと、カメレオン、この辺りはできれば出てほしいですね。それでは一つずつ見ていきましょう。一つ目は、お、キツネですね。一つ目はキツネガールでした。これなかなか可愛いですよね。着ぐるみとしてはいいんじゃないかと思います。で、顔ですけどヨーロッパのキツネのイメージ、ずる賢い感じのイメージになってます。後ろも同じような感じですね。尻尾は柔らかい素材でできてて、こんな感じでグニグニと動きます。手には袋を持ってて、付属品としてニワトリがついてます。これ特に動く部分はないんですけど、きちんとプリントが入ってて、これも可愛らしいですね。では2つ目開けていきます。お、2つ目はジャングル探検家でした。顔がジョニー・サンダーそっくりですよね。多分似せてるんだと思います。後ろには大きなリュックを背負ってます。これ結構かっこいいですね。で、手には虫眼鏡を持ってます。これちゃんとレンズ付きで大きくすることが可能です。付属品としてカメレオンが付いてるんですけど、これニワトリと一緒で動く部分はありません。でもちゃんと模様が付いてて結構リアルにできてますよね。続いて3つ目です。ここまではまずまずの引きですよね。ん？3体目は消防士です。女性消防士ですね。手にはメガホンを持ってるんですけど、ちゃんと消防のマークが両サイドについてます。こういうのは嬉しいですよね。結構かっこいいと思います。それからヘルメットと髪が一体型のパーツになってます。顔ですけどちょっと怒ったような顔になってますね。で、もう一つの顔はちょっと穏やかめの顔になってます。続いて4つ目です。袋ですね。はい、4体目はシャワーマンです。顔が面白いですね。恥ずかしがってるというよりもなんかちょっと喜んでるような顔にも見えます。手にはアヒルさんとブラシを持ってます。バスタオル下に巻いてるんですけど、ここにもアヒル の模様がついてますね。で、シャワーキャップを外すともう一つ顔がついてます。こっちは普通のニカッとした顔でいいですね。ちなみにバスタオルの下ですけど、大事なところちゃんと泡で隠してるんですよね。で、後ろはというと隠されてません。プリッとしてますね。これで半分、5つ目ですね。おお。はい、5体目は熊男でした。遊園地かなんかの着ぐるみですかね。手に虹とハートを持ってます。この虹パーツ結構珍しいような気がしますね。で、顔なんですけど、熊のかぶり物外すとこんな感じの顔になってます。で、熊ちゃんと下の目が見えるようになってるんですよね。これいいですよね。ちなみに後ろ側はこんな顔です。これにかぶせても同じ顔になります。それでは後半戦突入です。6つ目ですね。今のとこ被ってないのでなかなかいいですよね。おー、6体目ラグビー選手でした。手にラグビーボール持ってますね。で、なんでラグビー選手が入ってるのかっていうところですけど、今月ちょうどラグビーのワールドカップ開催されますよね、日本で。で、もしかしたらそれに合わせたのかもしれないですね。ちなみに顔ですけどボコボコになってます。後ろは普通の顔ですね。7つ目です。あー、かぶりました。7体目、ジャングル探検家かぶりでしたね。まあ、ここまでなかなかいい感じで来てたんですけど、初めてのかぶりです。ただ虫眼鏡とカメレオンついてるのでそんなに嫌な気はしません。
残り3つですね。フラミンゴとかサルの王様が欲しいです。あー、8体目プログラマーの女性です。手には白いノートパソコンを持ってますね。で、服装ですけど0と1の入った T シャツを着てます。なかなかですよね。で、顔はこの顔ともう一つこの少し笑った顔がついてます。それから付属品として小型のロボットがついてます。犬ですかね。後ろに尻尾がありますし、口の感じがそれっぽいので多分犬だと思います。特に稼働する部分はありません。一応この辺が、まあ、こうやって回すことはできますね。さあ9袋目です。開けていきます。おー、9体目銀河の賞金稼ぎでした。これはかっこいいですね。すごく嬉しいです。手には銃を持ってます。この銃もかっこいいですよね。で、こっちには賞金首が表示されたボードみたいなものを持ってますね。このクリアパーツもかっこいいと思います。で、ヘルメットを外すとこんな感じの顔になってます。これ多分ですけどアンドロイドというか、ロボットみたいな感じでしょうね。そして最後10袋目です。お猿さんかフラミンゴ、あとは恐怖の騎士、どれでもいいですから出てほしいですね。どうでしょう。ん、あー、最後10体目は銀河の賞金稼ぎでした。まあかっこいいんですけどね、ちょっと連続で残念な感じもしますね。ただこれこうやって2体並べるとなんかいいですよね。チームで動いてる賞金稼ぎみたいな感じがします。おお、2、3体あるとさらに迫力出そうですね。はい、ということで10袋紹介しました。まあ、かぶりは2体出たんですけど、まずまずの結果かなというふうに思います。まあでもやっぱりこの猿の王様か恐怖の騎士でしたっけ、どっちかは欲しかったですね。恐怖の騎士改めて見るとこの鎧もかっこいいですよね。まあフラミンゴもゲットできてないので、まあこれはもう1回っていう感じですかね。以上、レゴミニフィギュアのシリーズ19-71025を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。